穴が木の板に塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。そういえば手紙は書けたのか。お名前、書き方を教えてやっただろう。まだか。ま、焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかった。まあ、いろいろ考えたんだが、うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。どんどんやばいな。近づいてるじゃないか。お前も気づくか。この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。僕たちは船の外から探索しませんか。外も。そうだな。そうさせてもらう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい。行きましょう、カイネさん。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。外からの光が届いていないの。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が。今女の子が。我も見たぞ。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れも。誰もいないぞ。おかしいな。幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体。難破当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。
この先は先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。もっと奥を捜索するぞ。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものであろう。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく。ともかく奥。今の音は何だ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば。分厚い本が置いてある。航海に船の進路だが、この船で一体棚の向こうに調べように。床の切れ机に鉄船で厚どうやら人そうだ同じ人間わかりたく花の方からおいこ隠し部屋か。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいく。それはここで行われていた。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いているの。何か聞こえてくるぞ。上の階の部屋を調べた方がいいのではないか。音がやんだ。女の子の声聞こえたけど。うわ、で、缶か。缶を。缶がつながって別の部屋に、あ、壁にが貼ってある。どうやらこの缶を、船尾にある演出とつながっ。もっと奥に進めばいいんだな。ランタンで、ずいぶんと奥まで進めたな。そうだな。それに、この明かりを見ていると、なぜか安心する。ロマンチストだったとはな。
これは日記みたいだな。読んでみよう。船が化け物に襲われたと書いてある。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠していた。これは事実なのか。わからぬ。化け物とは魔物のことだろうか。作られていたのだろう。調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き、船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なもの。奥の部屋から漏れ、またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦。ともかく、この床。おい、無事か。ここはどうやら船底落ちてし、落ちた時にランタンを。シロ、よかった。ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないで、さっさと点火するの。この死体は…町の者たちと喧嘩夫婦の…そんな…嘘だ…嘘だ…どうして…どうしてあの人が…町の…みんなが…しっかりしろ。カイネが感じた気配、おそらく町の者たちを殺した犯人はこの…絶…もう…
エミール、カイネも。はい、壁の穴から下の真っ暗な階から物音がしたので。すまなかった。ああ、そうか。今度はお二人の元気がないよ。ところで、カイネ、ちょうどこの上のか。やはりな。丸められた紙が何個も捨ててある。どれも同じ文字が書き綴られているようだが。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ。いいはずがないだろう。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれない。この子は船。待て、死体の転がる船の中。こいつこの魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら良い気程度でしかない。盛り来たじゃないか。カイネが感じないわ。あれ、君は石だね。吐いた。ここで何。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女、この南平に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。あなた、つかぬことを伺いますが、遺体を持ってきたのはいいんです。その女性の昨日も。すみませんでした。近づくな。大丈夫だ。一旦引くぞ。崩れるぞ。早く外へ。よかった。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。死なないなんて。いや、違う。確かに奴の体は光っ
スクで再生。何か来るぞ、退しろ。これは歌か、まるで人間の真似事じゃない。回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。奴はあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい、人間に刃を向ける気はない。ありえない、あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。やっぱあの魔物の恩人が人質にさえそうだな。うるさい、刃を向ける気は。体の一部を見つかって撃ってくるの。
数が増えてます。わかってる。だけ。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。などの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。ずっと騙していたのか。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。
ありがとう。で、君たちには世話になったからな。かくまうぐらいの安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人もそう世話を。貴様が気に病まない。そろそろ俺たちまだ報告しないといけない人も。そうか。じゃあな。夫は見つかったの？それは。って答えないの？ねえ、無事だって言ったか。旦那さんは俺たちが見つけた時には。嘘よ。思い出のカバンをバカみたいと。私のことをそんなの。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。気負いすぎるな。お前はよくやる。なんだ、こい。手紙。あいつの配達員に宛てたもの。汚い字だな。手本を見て、必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。あいつも起きる頃だろう。カイネ、一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。最近はどう思いますか。どの仕事を紹介しよう。ああ、君か。今ちょっと忙しい。ああ、疲れた。
道さんが亡くなられて海岸に魔物が出せの彼は殿下の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。魔王の城の鍵については何か分かったのか？暗号の解読は進めているのだけど、行き詰まってし、中世のケルベロスは。ポポルさんにも分からないなんて。でも、分かったわ。そうそう。通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が見てきます。それと、船頭の彼が休んでいたから、別の人を手配しておいたの。船は。わかりました。誰かになったとしても、手配は、無事に回り続く。結婚式か。早速王の。砂漠に不思議だとは思わないか。どうぞ。奴らは本来森の住人なのだ。砂漠には餌になるものがない。なら何を食ってるかは想像できるんじゃないのか。
中砂まみれだ。体力を持っていかれるぞ。気をつけよ。近々連宮の納め時と聞いた。結婚おめでとう。結婚とは相手が必要なものだと聞いた。失礼きた。最近もしかしてフィア、驚いたな。すっかり大人っぽくなりおって。そういうことならカイネも呼ばないとな。だつえ、イラソータサタラギントソンキシチって大釣りだったらき。お、え、見えるさい。はじめまして。この度のご結婚お…ハグ。結果を作るなら一致して差は大事。セレやりさとティペースで。あ、そうさせてもらうよ。設置された。やれやれ、ここに入る時まで遅あるとは。シロは浮かれただけじゃないか。どう、結婚式などというめでたい席に私が出いいんだ。王が王はよ、ま、この町は俺やカイネの村。変な話だけど、規定に書かれていないこと。誰、そうか、我個人の価値はよ。心配事でもあるのか。全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいな。フィアさん、エミールにもいつかいいお嫁さんが見つかる。お嫁さん、ああ、他に何がある。寝ぼけておるのか。さ、そうじゃないんだけどな。
停滞終えた。ゼルガンと急絶し続いて改ざんを解きてと基礎と言った。ジョンシッチ、いわいつさ、ロア。もうまた仕事のうちだ。どう民に馬の祭り気分を合わせてやるのも、この思いやりという。こだって。それに、幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り幸せにするってことはアルトルはただ大切だぞ。知らん。おお。異形とラセッチコリ、アルテルはテウス妖輪地オッテチサイトズセオデイキ。さてだ。いいと。
フェアハサ消されけ消ってすれカイナグサよせ、気持ちはわかるが、今追っても返り討ちに遭うだけだ。カイゼムイオリ。アフェアガス。ねえ。ザルツ、ザルツ、ゼルガーザルツとゾルキアレル。ゾーティ、おられきたも。ユリペルワトル、カイザムタトデク。ラックルトデクゼルガアントイカラツグキテテカイザムタリエッカイザムタリエソードリバイオーガーのまま引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろう。俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば、さっきのようにはいかぬぞ。分かってるぞ。戦いの準備。ああ、リフィア・ヤーリル、ゼルガン・キゾとヤジツ・ドレ引き受け事件図アウアルテムア・ダド・スコス・ライダー。オオカミの群れがどれほどの数か知っておるか。セルシタイ。分かった。デキュワッチュワッセ。お前のためじゃない。フィアのためだ。もう、カイネさんは口が悪いんだ。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェアロア。カイゾム・アクラ。ゼルガーン・ウツ。これで、里アルテルはとやりら、フィア・ギキタ・タトサダ・キラツヨ・リウタ・タキツシティン・ヨリウアイ・ソト・フィア・ティン・アンダダセ・テッドシケ・ユ・カイザムデク・アンダ・ルアミ・シカ。
アンダ、イエ、フィア、ロテとやりかきいそできた。と、食いてゲルだ。エルダ、ガールエルダ、と、カイザルテカイザルと、アイトフィア、アイザルテフィア、ジュレ、セキタト、トダゼルガーンテアンダ、ゼルガン、ヤーリツ、ガッチ、クリト階段、ゼスタル、ペラ老体、リスラ関係、かけて、したすわれ。アルムーキ、エルトチ、ギサン、テキタ。アルム浮き汗、ん、クユーリエ。押して。キルタチ、エククギリスアーガイ。え？カイザムヨーリ、イキオツジデクゴ。ユラ。カイザムチ、ツストジー、オアクレタシユーリア。こうだった、チ、ヨーリ歌え。ゼルガン立ちとぐだ。リー行って、クタイ。TA のためだ。行くぞ。Thank you.
アリゴ、そいつら。ゼルガン、セダト、ユウト、アキン、ゲッタイシ、スラエ、フィア、ト、ゲンカ、ダクソドクラサルゴスと意識シライアリス、フィアはこれまでも実行、もちろんあの娘ならきっとフィアの誇りだった、立派な王で、ああダックダイトリッチカイザムチッタだ、やれやれ、ラーノペルはとあんたとしとしロ王様、すべて魔物、これで全部だ、魔王のところにしかり、絶対にと、今は話を聞くのだ。
どうした？これでようやくヨナを助けに行ける。ああ、そうだな。どうした？何を神妙な顔をしておる？シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は。私たちを置いていくなんて、ふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ、こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。だけど。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。タイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなありがとう。ヨナ必ず助け。それでもこうも都合よく神が集まるとはな。まるで誰かに集めさせる。シロは考えすぎだ。しかし、罠だとしてそこに寄るのなら俺は行く。そうか。